はい、こんにちは、特選でございます。今回ご紹介するのはこちら、セフティディさんのモバイルバッテリーでございます。中に同梱されているのはこちらになります。ユーザーマニュアル、 USB Type-C のケーブル、 Type-A のアダプター、それに本体になります。で、ユーザーマニュアルは英語と日本語両方書いてありますので、これを見ればすぐわかると思います。バッテリー本体はこんな感じで、無線充電も使えます。こちらにはライトニング端子も付属しておりますので、ライトニング端子をお使いの機器だったらこのままつなげて充電ができます。本体のバッテリー容量は1万mAh で、出力が 5V 3A にも対応してますので、 GoPro などの、ね、充電にも使えます。コネクタはこんな感じですね。こちらから Type-C で本体への充電、もしくは本体から Type-C の機器、そういうものに対しての充電ができます。もちろん Type-A からの出力も可能になります。ワイヤレス充電を併用すれば最大4台までの充電が可能になります。こちらは電源スイッチになりますね。電源を入れてみましょう。電源を入れるとこんな感じで表示されます。しばらくすると自動で電源はオフになります。本体の電源を入れた状態でスマートフォン対応した機器を置けば充電が可能になります。またこのままスマホを充電しながら本体への充電も可能になります。最近のスマホはいろんな機能がついてますんでね、あっという間にバッテリー不足になることもあると思いますんで、1万mAh あればそこそこ安心できるんじゃないかななんて思います。本体の重さは約 190g、 持ち歩いててもそんなに支障ない重さになりますね。試しに GoPro、 バッテリーを抜いた状態でちゃんと電源がつくか試しましょう。 GoPro の場合は 5W 2A の電流がないと動きません。お、ちゃんと動きますね。かなり優秀なバッテリーだと思います。いろんな用途で使うことができるんじゃないでしょうか。というわけで今回はセフティディモバイルバッテリーのご紹介をしましたが、いかがでしたでしょうか。詳しいことはね、概要欄にも書いておきますので、気になった方はぜひご参照ください。こういうねモバイルバッテリーあると非常に便利ですよね。それでは今回はこれにて終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。こういうのあると結構便利だよね。